反対車線で金稼ぐか。タゲ引いて。ちょ、痛い痛い。ちょっとちょっとちょっと。This is a de facto asshole right here. こら。車、うわやばい。なんですか？ちょっとなんですか？下手くそだね。やりやがった。やりやがったな。君、僕のさっき盗んだ車両どうした？は、何のことですか？証拠は？証拠？証拠は？証拠は俺や。ちょっと何一般人に発砲してるんだよ。一般人に発砲だ。こんなお前が汚職警官が、お前が一般人に苦しんじゃねえよ。ほらうわ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 、一般人の車両をオーダー。ほら召喚とか、ほら召喚最低だよ。おめえが壊したことにしてっからな、この車。おい、ほらおい、俺の車どうしたんだっつってんだ、ほら腐って。おい、はぁ、あんなボロボロの車捨てたよ。おい、捨てただ、お前。あれ、ニトロつけてカスタムしたんだ、この臭かったから捨てたわ。年取るとおめえもこうなんだよ。ほら。くそー。じゃあ請求書切ってきますね。ああ、何の請求書？ですね、重強盗罪です。は、何のことですか？重強盗罪で300万はさすがにちょっと重かわいそうか。いや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 、請求書は受け取れませんよ。だって証拠もないし、うん、いつの話ですか？もうそんな時効成立してるでしょ。何年前の話ですか？まあ、いや、あれ1時間も経ってないんじゃないかな。いやいや、経ってるね。経ってる。だって俺、山で打撲して。ちなみに、あの車500万だからね。売ればよかった。すいません、売ればよかった。今の録音しました。いいよ。言ってないですよ。請求書ふざけんな。文句あったら警察署まで来い。おら、おら、うさい。おら、二度と警察の車盗むじゃねえぞ。医療崩壊起こしてるって。これ全然救急車来ない。そう、おめえらみたいなやつがはびこってっからだよ。おら、のたれ死ね。最低すぎる。ああ、誰がこいつを裁いてくれ。国が裁けない悪を裁くダークヒーローが必要だ。俺でも、マジか。いつまで市民の車盗もうとしやがって。俺の車返せてめえ、こら。何が捨てただ、こら。おい、許さねえぞ。あとちょっとで目的地やったのに。うわ、なんでバレたの、俺の位置。たまたまだ、これ。さあ、見ろ、この市民。市民もビビって手挙げてるわ。あんたにビビってんだよ。大丈夫ですか？死んでる。ちょっと汚職警官にボコられたんですけど、助けてください。シャカさん、刑務所に入れられねえだけ。セルガモンキーさんのでしたか？刑務所に入れられねえだけ。あれ、あ、やべえ、ごめん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 、ちょっと待って、違う違う違う、これ違う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 んだ。ちょっと待って、トロさん、違うんだ。ちょっと危ないよ。ちょっと待って、違うんです、違うんです。手が先に出てるかもですよ。違う違うです、違うです。やっぱりギャルなんだ。その人銃乱射してましたよ、さっき。してない、してない。取り上げて、取り上げて、武器。してない、してない。特権乱用して、市民に銃を乱発します。ごめん、ごめん、トロさん、ごめん。違う、違う、違う。それ、トロちゃん直さないとね、俺。そう、許して、許して。この釈迦とか汚職警官が、銃を発砲した。違う、違う、違う、違う。救急隊員を警棒で殴り殺しました。銃を発砲したのは前科があったからです。
いや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 、なんで車で捜そうとしてんだ。ほんでこいつ車盗んだところ捕まえたんです。盗んでないです。これ違う違う違う、そうです。ちょっと間違ってトロさん殴っちゃいました。襲われたんですよ、シャガさんに襲われて、はい、車に逃げ込んだら、いや、トロさんのにかかる修理費は俺自分で払います。ヘリ来た、ヘリ来た。すいません、ちょっと汚職警官が。すいません、トロさん直してあげてください。一人、ちょっと待ってください。一人お願いします。これ何、これヘリコプターから飛び降りて死んだの。はい、そうです。逮捕しろ、あの汚職警官を逮捕しろ。汚職警官だな、舐めた口聞きやがって、この。はい、止めましょう。おい、止めましょう、おい、ほら。どうやって殺すの、これ。車から。何が、銃の発砲がどうしたってんだよ、ほら。ちょっとちょっと、落ち着いてください、落ち着いてください。これが行くから、これはどっち、警察は。降りろ、早く、車から。おい、俺もう、もうグって。発砲されてぐったりして降りれねえんだよ、これ。手だじとかだけだから。じゃあ俺が赤が間違えた。これあれだ、タンカ。これ。どうしたよ、俺。これはね、これで。あ、違う、これ。それ俺です。ちょ、下ろして。これじゃない。離れて。え、待って。あれよ、タンカ。車でし、え、すげえ。え、これワンチャンあれかな、スタックしてんのこれ。いや、いけるはず、いけるはず。車でいけるかな。乗らない。ここ、違う。これじゃない、これじゃない。何してんのどこ。これだよ。ちょっと、話して。話して。違うわ。お前もう死んだわ、これ。あ、違う、それ俺です。あ、いた。はいはい。なんで。これ直せる、とりあえず。これ犯人ですか、これ犯人。なんでこれ犯人です。違う。護送して持ってくから。あ、じゃあ直しますね。あ、ちなみに、やりやがった。ちなみに、SNS でも2回目の5人逮捕っすかって流れましたよ。車盗んだんだろ、お前。警察のせいじゃないですか。怪我人いますか。車盗んだんだろ、お前。はいはい、怪我人です。助けてください、助けてください。人多すぎました、こいつ。動けない。ちょっとどいていただいてもいいですか。信頼します。あ、でも、加瀬さん、こいつも請求書はもう送ってるんで。じゃあ、解散。おい。サイレンが止めれないなと思って。おい、逮捕しろ、あの釈迦とかいうやつ。何が逮捕だってめこら。おい、ケンチさん見てたでしょ、あなた目の前で暴行する瞬間を。いや、俺は別に何も見てないですよね。腐ってる。止血します。腐ってるよ。あれ、トロさんどこ行ったんだ。あ、トロさん、お金は。いいですか。ゴッサムシティよりは。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃニヤニヤしてますね。これとりあえずこの人直さないと。請求書出したわ。あ、請求書出しました。まだまだいいんじゃないか、これ。今倒れてる感じの請求書どっちに。これはこの人お持ちです。はい。なんでだよ。ふざけんなよ。金虫に取られる。おい。汚職がはびこってる。これよくね、これ。悪党が汚職だなんて言葉口にするんじゃねえぞ。じゃあ運転できるの？いける？重装だけ？正義はいない。この場に正義は一人もいない。まあ川に飛び込んで俺の車盗んで捨てただろ。500万だぞあの車。これ押収しないと。どこにいながら押収しないとこれ。シャカさんがボコボコに壊したんだよ。メカニック呼んで直す。器物破損でしょ。え、これ車も壊れてんの。外せよ。これ外せよ。なんで請求書送られるんだよ。なんでだよ。次の患者さんのとこじゃないですか。散々だよ。外して。手錠外して。だよ、これ。はい、違う。手錠外した。ちょっと。銃刀法違反。
ちょっと待って待って待って理由待って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 大阪やあ言うてみふざけんなおいだから料理人料理人が包丁持ってるのと一緒で私の職業は木こりなんです何Z? は何てめえふざけんなてめえふざけんなお前だ許され終わってる終わってるマジで終わってる最低だてめえてめえちょっと俺なんやなんやなんやクロスかクロスかクロスかいいぞおいなんでトラブルよクロスいいぞおいあらげてみろほらやってみろおいセローノでくっそやってみよなんなのかなんなのかおい見せろおいそ最低だよ。クソだけ見た目やつ。マジでマジやな。そうないねその斧。今なんだよ木こりなんだよ。うちのじいちゃんも木こりで俺も木こりなんだよ。荷物見て。沼くん沼くん荷物見て彼の。はいはい。ふざけんな。薬物とか持ってんじゃないか。持ってんじゃないか。花とか持ってんじゃないか。持ってないよ。なぜ中は。お動くな動くな。もう思考妨害で動いたら、お前ら権力持っちゃダメだよお前らみたいなのがあ、なんだタバコ持ってますねタバコタバコ持ってますいいだろタバコぐらいちょっとライターいくつメタルストラップタバコ6個持ってますねこれいくつおいちょっとタバコくれよちょっとこれちょっと一応証拠でタバコどこに入ったんだよおいふざけんなよ証拠でお教えしますねお前らのせいでストレス溜まってんだよこっちは何で解消する何警察が狙撃された狙撃された警察が狙撃された飯食ってないだけでしょあ飯食ってないのかなんだやりましたおいやってないクズハリ襲われたコムシコボーイコムシコボーイコムシコボーイなんでだよコマ君どうしたのこれノマ君どうした誰がやった誰がおいくそ俺らの立場が弱すぎるこいつに優しさもう最悪冤罪まみれ俺コムシコボーイお前飯食ってねえだけだろ言いたっよコムシコボーイコムシコボーイ出すからねコムシコボーイバイバイさんまともな警官いないのかコムシコボーイですかねなぁ決めてねえよ今クルスこれ3万円だよこれおい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 いねおい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 いわ手上外していいねクルスやばなかクルスやばなかお前ら絶対許さないからなお前ら早く手上助けてくださいこれお医者さんこの人の倒れた原因を教えてくださいどうすんのちょっと待ってくださいちょっと知ってくださいちょっと知ってくださいいったん国家公認のヤクザどもがちょっとどいてって、ちょっとどいてって、それどいてって言われても、動けないね、これ俺ちょっと今、多分俺とドッキングしてるかもドッキングしてるこの人に抑えられてんの、俺ごめん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 よし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 おい警察のやることか、これがああ、もうああ、もうこいつらもダメだやばい赤信号赤信号だろうが赤信号だろうがふざけんな赤信号渡るな赤信号渡ったね今これ道路交通法違反で請求してくるからこれ3日以内に払ってるこれ
3日以内に払わなかったら死刑になるのドライヤーめっちゃめちゃめちゃなふざけんなに警察って誰でもなれんの今もうめちゃめちゃバカのおいふざけないあの正反のほんでこれどうすんのほんでこいつを申し訳欲しいよもうこれを疑わないでくれ俺にいっぱい来た。どうやって俺たちの状態で乗れるの受けるこれ。